会社紹介第2弾。はい。はい。いきますね。このエンブレムは、ゴールド加工してあります。はい。ヘッドライト。ヘッドライトは、これも少し前、まあ、数ヶ月前にレンズを新品にしてます。で、これホグ。これもホグはこの空の部分だけ、いつぐらいだろう。まあ、これも1ヶ月ぐらい前に新品に変えて、ともに純正です。で、はい。これは、コーナーポール。セルシオのものを取り付けてます。ホイール。BBS のスーパーレース、19インチで、9.5G ですね。ちょっとオフセットは覚えてないんですけども。で、タイヤは225/35ですね。そこそここう、リムが出てますよね。そこそこと。で、フロントに確か、フロント10、フロント10ミリ。で、後ろが、20ミリスペーサー入れてますね。ワイトレかな、うん、で、はい。ミラー。これも、もともと変わってたんで僕ちょっとわかんないんですけど、レビーアってところのミラーが入ってますね。はい。で、フロント助手席側、後部座席、後ろも全部ブロンズ30、透過率30の、フィルムを入れてますね。ふむ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 。で、後ろか、後ろもゴールドエンブレムに変えてますね。車高調はこれ定員なんですけども、ブレーキのキャリパーの方は一応レクサスってこれシールかな、確かシール でこれシルバーに塗装しています。ちょっと傷ついてきたんでもう一回なんか考えないとあれなんですけども、ボンネットの方は開けるとエンジンカバーはラップ塗装か、前回動画に出してるんですけども、素人クオリティですけども、